麦お姉さま、何をされてるんですか？今頃友達は何してるかなって思ったら画像を見たくなってね。紬お姉さまとの思い出がたくさんありますね。ちょっと見せてください。いいよ。はっ、王と頬が触れ合っています。これは後ろから抱きしめられています。これなんか大変な格好になっているではないですか。いや、女子校だから遠慮する必要がないからね。まあ若気の至りだと思ってくれれば。あれ、イオちゃん？紬お姉さま。はい。特訓です。今すぐ特訓の準備をしてください。どうしたの？いいから準備をしてください。なんだかわからないけど、今日は素直に従った方が良さそうだ。あれ、もうおしまいですか？うん、あんまり使ってると使えなくなっちゃうんだ。私は紬お姉さまとの思い出をもっとたくさん作りたいんです。イオちゃん、作りたいんです。じゃあまた近いうちに思い出作ろうよ。特訓しながら効率的にね。はい、絶対の絶対ですからね。うん。今日のイオちゃんはガシガシ来るな。静止画じゃなくて動画を見せていたらどうなっていたんだろう。鋼さん、少しお時間をもらえますか？紬ちゃん、いつになく真剣な眼差しね。私、地上戦には自信があるんだけど、空中戦はまだまだ自信が持てなくて。加減進展流は空中戦に特化した技、それほど多くないのかしら？うん、おじいちゃんに教えてもらってないだけかもしれないけど、今の私には空中戦に特化した技は多くないんだよね。それは困ったわね。そこで一つお願いがあります。鋼さんはからくりの腕で空中を移動することができるよね？つかめるものがあればそれを利用してならね。だから鋼さんの協力があれば空中戦の特訓ができると思うんだ。なるほど。この先にいい特訓の場所を見つけたのでお願いできますか？今から？もちろん今から。私と鋼さんでしかできない特訓をお願いしたいの。私としかできない特訓？うん、空中を移動できる鋼さんでなければできない特訓だよ。そこまで言われたらお姉さんも黙っていられないわ。紬ちゃん、やるからには遠慮はしないわよ。いいわね？はい、遠慮なくお願いします。あがねさん、ありがとうございました。どういたしまして。私もつむぎちゃんの協力ができて嬉しいわ。おかげさまでいい汗をかけたよ。やっぱり激しい運動の後の潤滑油は格別ね。からくりの隅々まで染み渡る感じがするわ。見事な飲みっぷりだね。つむぎちゃんも飲んでみる？え？それってオイルだよね？さすがに飲めないよ。私はさっき汲んでおいた地下水で大丈夫だし。冗談よ、冗談。わあ、ミネラルたっぷりかはわからないけど、ここのお水も美味しい。
さすが剣術を学んでいるだけはあるな。小耳ちゃん、マジな話、今の私はどれくらい強いかな。みんなの足でまといになってないかな。お主の剣術については認めてはいる。とはいえわらわとしてはまだまだ物足りんがな。物足りないの？紬はもっと格を上げたいのであろう。もちろんだよ。ならば防御や回避の特技を得得する特訓も必要だぞ。そうなの？攻撃こそ最大の防御なりってよく聞くけど。ほう、お主が兵法を語るとは驚きだ。えへへへへ。しかしそれは圧倒的な攻撃力があってのこと。相手の方が勝る場合には防御や回避も必要だ。そうなのか。今の私に圧倒的な攻撃力があるかといえばまだまだだよね。お主は素早さにも長けておる。それを活かせば防御や回避の特技も得得できると思うぞ。攻撃、防御、回避、総合的に強くならないとだね。理解したようだな。ならば支度をせい。もしかして小耳ちゃんが特訓してくれるの？お主が強くなればこの先の戦いも楽になる。付き合ってやろう。なんとかやり遂げた。小耳ちゃんの特訓は遠慮がないよね。わらはお誰だと思っているのだ。これでも手加減しているのだぞ。手加減してくれたの？当然だ。本気でやったら今のお主では立ってもいられんだろう。マジか。大陰陽師様、恐るべし。まあ今日はよく頑張ったようだから、ご褒美に尻尾を触らせてやろう。それは嬉しい。少しだけだぞ。モフモフで癒させてもらいます。準備を怠らないようにね。戦国時代に織田信長まではともかくとして、いやそれだって全然ともかくじゃないんだけど、どうしてこんなことになっちゃったんだろう。どうしたんですか、紬お姉様。なんだか顔色がすぐれないみたいですけど。不安なんでしょ。弱音の一つだって吐きたくなるのもわかるわ。はっきり言うな、鋼さんは。なんて言えばいいのか、弱音ってわけじゃないんだけど。話すだけでも話してみなさいな。お姉さんが聞いてあげる。私が調律の巫女の末裔っていうなら役目を果たせるように頑張るつもりよ。でもなんで私なのかなっていうのは今でも納得できないんだよね。私が適任とはどうしても思えないよ。加減神天流の継承者なら私のおじいちゃんでもよくない？私だって免許皆伝には程遠い腕前なんだし。巫女と言っておろうが、昔から魔を払うのは聖なる気を持った乙女と相場が決まっておる。聖なる気？そういうのがいまいちわかんないっていうか実感ないんだよね。なるほどね。でも紬ちゃんはよくやってると思うわ。ここまで来ることができたのは間違いなくあなたのおかげだもの。それだっていっぱいいっぱいだよ。敵はどんどん強くなってくるし、体中傷だらけだもん。剣心って人ともまた戦うんだろうし、この先が思いやられるな。そういえば紬、お主
手っ取り早く強くなる方法はないかと言っていたな。げ、やっぱ聞かれてたのか。そのことは忘れてよ。あの時はついつい口が滑っちゃったんだ。そんなうまい話があるわけないし、第一、世界を救うヒロインのセリフじゃないよね。あるぞ。え、あるの？手っ取り早く強くなる方法が？逆方の禁呪という。どうして早く教えてくれなかったのよ。そのおまじないかけてくれるんでしょ。話は最後まで聞け。無から有は生まれない、世の断りだ。当然ながら術で強くなった分、代償を支払う必要がある。代償？お金がかかるとか？私今月のお小遣い厳しいんだよね。金子などではない。じゃあ何を払えばいいの？寿命だ。寿命？それって命ってことですか？そうだ。このまじないを使って戦い続ける間、お主の命を蝕んでゆく。でも今すぐ強くなれるって考えれば、代償としては順当なのかな。具体的にどのくらい戦うとどのくらい寿命が縮むの？それはわからん。わらわも知ってはいても実際に使ったことはないのでな。検討するまでもないわ。勝率も賭け率もわからない博打に手を出す人はいないでしょ。鋼の言う通り、このまじないは割に合わないのだ。消費した寿命は取り戻せないのだから。戦いに勝つために寿命が尽きたのでは笑い話にもならん。確かに小耳ちゃんの言う通りかも。一応わらわの役目として、そういうまじないが存在することは教えた。だが決して進めはせん。そっか、わかった。無理言ってごめんね。結局地道に頑張っていくしかないってことか。そういうことだ。では魔王の祭壇へと急ぐぞ。でも呼んでちょうだいね。そこだ。それ。じゃあ場目返し。それ。気合を入れ直した方が良さそう。しっかり見極めるわよ。乱剣射出。私でもやれるんだよ。このまま進むのだ。注意していきましょうね。もう少しで倒せそうよ。さあ、引き下がる。
れるようになったわ。このまま進む。私の忍術が使えるわよ。年代物の潤滑油で祝杯をあげましょう。